カナプリの愛と元気と勇気が出るラジオカナプリです h o are you? こんにちは上水ゆきです、えー、今回からねカナプリの愛と元気と勇気が出るラジオっていうね、えー、番組始めていくんですけれどもどうですかいやいや、この話が来た時にはねはい、はい、あの、よっしゃ乗った楽しみだなと思って、はい まあ私大好きじゃない上水のことがだからさあそうなんですかありがとうございます、うん、あの上水がそんなあの一緒にラジオやろうかなんて言ってくれたらさそりゃあ嬉しいわよ私とさ上水はもうかれこれ2年半ぐらいじゃないそうですねクラブハウスが流行った時にねねえ素敵な出会いだったね <laughs> 素敵だったか,ななんかあのー、それ以降こうね楽しくいろんなポッドキャストに出たりとかね何でしょうね結構話すこと多かったですよね気が合うのかしらね,ね気が合うんじゃないですかそうだと思う私あそうですかうんだってさはいあなたサイコパスって言うけど前は <laughs>、はい、意外と本当に根本愛でしょいや愛ですよ、うん、全然愛がないとは言ってないませんからはい 私も愛を元に生きていこうと思ってますんでねですよねあこのラジオのねそうですよ,そうですよ愛だよだからそうそうそうで今回ねあ,あれなんです僕としてはそのかなぷりさんにねやっぱフォーカスしてもっとかなぷりさんのね思ってることとか考えてること感じてることみたいなのを世界にね伝えたいなって思ったっていうのが、まあね、きっかけの一つなんですけどもう一つはねヨガのインストラクターやられてるじゃないですかはい なんかそれを持つとこう、なんていうのかな、発信したいみたいなことを。おっしゃってたんです、前回。たまたまお話。した時にあの、会った時から言ってたよね、ずっと。やりたいみたいな感じだったんです。そのあ、そうだね。そう,そう,そ,う,そ,うそう。あの、現地でのね、あのお友達。とのつながりはあって。はい、ヨガはやってたっていうのはあったけど。そのパンデミックになったのをきっかけに、オンラインで。ヨガできるやんと思って。 それで少し,しずつ少しずつ少しずつ始めてはいたんだけどそれがなんかどんどん積極的にねなんか発信もされてやっぱりそう、ね、もうちょっとあの生徒さんが一緒,に一緒にヨガやる人が増えたらいいなって本当に思い始めたのだってカナプリとヨガするとね元気出るって言ってくれるんだもん。うん いやーあのヨーガに限らずカナぷリさんとねこうお話をするとかお話聞くだけでも元気出るなと僕は思ってるんでこのポッドキャスト本当んに思う思うますよはい来てよ <laughs> そうですよねあの <laughs> なんていうかな気持ち的な元気はもうカナプリさんとこう、ね、接するだけで出るけどまだヨーガでプラスアルファねありますからね。来てくれてる人はね本当気持ちいいよって言ってくれるけどあなたも実は 体験ししたでしょ一回、あのー、オンラインのヨガをね体験させてもらいましたすごいね、あのー、イメージとね違いましたね二つの意味で違ってまず一つ目はあのー、なんていうんですかね、まあ、まずこのアプリさんが、あのー、インストラクターをしてるイメージが分からなかったんでそれを見た時にどんどあ見る前はどんな感じなんだろうと思ったけど結構ちゃんとインストラクターしててまずそのち,ゃちゃんとしてるなってのがまず1個目の驚きちょっと待ってや本当 <laughs> はい,いや、驚きでした。あのー。まあ、本当。ちゃんとしてるんだ。っていう印象。はい、私真面目なのよ。そう、真面目にちゃんとしてるなってのが。あって、あ、すごいって思ったのが一個目ですよ。二、うん、個目はえ。それさ、はい、通じてないのかな、やっぱりみんなには。なんか、この人の世が、なんかふざけちゃって。怪しいなと思ってたんかしらね、みんなやっぱり。ふざけちゃってとは思わないけど。どんな感じなんかなっていう、うん、その、なんていうかな。普段こう、バラエティーみたいなね。あのー。 感じじゃないですかあのポッドキャストとかだとあそっか,だかそことのギャップがどれぐらいあるのかみたいなのは多分みんなね想像つかないと思うんですけど実際行ったらねギャップ度何パーセントだったギャップ度ね85%くらいありましたね結構あるね <laughs> <laughs> 結構なギャップ度だねこれだったら本当みんな来るべきよねいやそうだと思いますあのね普通にちゃんとそのなんていうのかなヨガのレッスンって感じでなんていうのかな グズグズで面白いみたいな感じかと思ったらそんなんじゃなくてちゃんとしたレッスンだったのが1個目面白かった面白いというかすごいあのギャップもあってあのよかったことでもう1個はあの、まあ、ヨガのなんだろうな知見がないし行ったこともないから本当比較対象がないからちょっと何とも言えないところなんですけどあの、ね、1時間ありましたよねレッスンが。そのこう 物語になってるというかちゃんとこうね盛り上がっていくとことこうクールダウンしていくとことかその導入がとかってなんだかその波がね綺麗に描かれてる感じがしてね僕はね体験したというよりは見学したって感じだったんですけどそのレッスンあのね見学するだけでねこう入り込める感じがあったんですよねもうさ本社ちょっとカナプルのうがいいよって言ってみんな行ってきてよ。 いやだから言ってきてよだからこれで言おうのこのやつが言おうよってことじゃんね言お <laughs> う,ういよ,いよもっと本当言ってくる人が来てよねマジでなんですよだからねあのー、まあ,あはい私からも質問じゃあね質問はいあいい、はいあと女の人しかいないの今はねはいはい大丈夫だったあのねオンラインだからね気になんないですね多分あれ対面だとちょっとやっぱて抵抗があるっていうかあのー、不安不安はありますね。 大丈夫かなみたいなおっ,おっさんまたって大丈夫かなみたいなあ、なるほどねそうよねう気持ち的にはあったけど <laughs> オンラインだとねやっぱ気にならないよかった自分の空間があるからその問題ないって感じでしたねやっぱりね私のヨガに来てくれる人は、はい、そんな綺麗なもの求めてないからね何綺麗なものってなんかこう 許しが多いみんなあ<ー>受け入れが多いははは大丈夫よみたいな感じねうんだって先生これだまあいいじゃないってなるのかしらねなん<は>からちょっとその辺気になるなと思ったのえ男の人にニヤンってなる人もおるかなと思ったけどあ女性側がなんか抵抗があるってことかそそっち側か、うん、だけど上水だのいいよねって言って,言って 置いたんだけどね。はいはい <laughs> え。分かんないでしょ。みんながさ上水だからいいショット。<laughs> <laughs> そうそうそう。新しい人が来るけどその人男の人だけど、はい、あの大丈夫よジロジロ見ないからって言って。うんうんうん。そういう人じゃなくて本当にちゃんとあの花プリのヨガを見に来てるからねあのうん、うん、なんだこのおじさんと思わないでねって言っといた。あありがとうございます。みんな花プリさんのね指導というかあれを動きを見て。 真似するから、あんまり、ね、誰、うん、誰かって他の人も見てるわけではないですからね。うん、そうそう、みんなそう、本当。うんうん。みんな、本当、私を見てくれてありがとう、なんか、あの、すいませんねって感じ。<laughs> 画面を見て、あの、鼻毛が出てないかなとか、歯になんかついてないかなとか思ったりするぐらいだからね、本当。<laughs> それは、あの、始める前に確認した方がいいやつですね。まあ、そうよ <laughs> 始め。やりながら、鼻毛が出てないか確認しても伝わる。<laughs> でも、楽しいよね、ヨガね。 <laughs> でも楽しいと思います、はい、うん、どんなのでもいいじゃんねはいどんなのでもいいいいよやっぱ自分と向き合える時間でしょまずうん、うん、ちょっと元気になるからさいいわよっていうかあの改めてになるんですけどそもそもカナプリさんなんでヨガやってるんだろうってそのヨガの出会いというか始めるきっかけになった話とかってなんか聞きたいなと思ってるんですけどヨガなんてそこら中にあったからねアメリカには。 アメリカに行っったのっていつですか結構2005年にアメリカに入ってうん、うん、2009年ぐらいからヨガやってるあ毎日かーよーってしたのかな多分あのフィットネスセンターのヨガクラスに行ったのはあ、はあ、ヨガスタジオのヨガじゃなくて、はい、だからフィットネスセンターのヨガスタジオで 毎日行ったら子供も預けられるし先生は綺麗だし話しやすいしそ、うんうん、こも本当男も女も関係なくただただ黙々とヨガをするっていうさ、うん、じゃそれはあれですか特に深い意味はなくて始めたって感じですかちょっと運動したいなとか例えば分かんないけど。何ででももかかったんんだと思ううううズなこ、うん、そういう ヒットのクラスでも良かったと思うけど、ヨガが一番あの私には心地よかったんです。あ、いろいろやったんですか、その体験じゃないけどちょっと,ょっと、うん、やってみた,みた。クラスはさ、ジムだから何やっても入れるからさ。はい、うんうん、うん、えいやなんでヨガ本当にやらないの？なんかさ、そこら中に日本でもヨガあるやん。<laughs> あのねー。 どうですかアメリカでヨガやられてる方ってその精査とかかはないですかその男性も女性も同じぐらいやられてますまあ女の人の方が多いけれどもあんまり変わらずにやってるよなんかマラソンやる人とか走るのと一緒のぐらいじゃないなるほどなるほど男も女も関係ない結構日本はどうなんだろうその数あの統計とかで見たわけじゃないけど肌感覚ではそのなんだろう女性が結構やってる話とか聞きますけど男性でやってる人って 結構珍しいというか、あんまり聞かないんですよ。だからそういう意味では僕の身近な同性の友達とかでヨガやってるって人は聞いたことがないけど、女性でやってる人は結構いるっていうような感覚ですかね。うんでもカーナプリが誘ってきたもんでやってみたっていうただのきっかけだよね。上水もね、本当なんうんそうです,うですなんきっかけなんか本当にそこら石ころと一緒よね。そこにあったからやってみたみたいなさ。<あー> <laughs> じ <laughs>、ね、ゃあ気持ちよかったみたいなさねえやりなよなんかでもね体が元気なのはやっぱり必要よね必要ですよ年齢とともにそれい感じますけどねあなた元気なの元気になろうと思って最近あのお酒をやめたり早起きしたり運動したりと<め>かカナプリのこのやつにもちょっと一緒にやってみたら俺も好きになるかしらとか思うかしらね やってみたいですよねヨあのー、これはちょっとねあんまここでは深掘りしませんけども、うん、やっぱり一番はやっぱ心理的なハードルがあったんでヨガに興味がないよりもそのヨガに興味はあるが心理的にハードルが高いっていうので参加できなかったけどカナプりさんのだったら参加できるかなみたいなちょっと安心感があるというかハードルを下げてくれたっていうのがあったんで、うん、で一回体験してみたらあこんな感じなんだっていうのも分かったからもう普通に次回からは。 予定さえあればいけるみたいな状況ですねちょっともうあのね心と体健やかによ、はい、本当に <laughs> なんかなんかの標語みたいなやつですかね <laughs> <laughs> やっぱね本当にさ皆さん毎日お疲れ様だよ本当にさ社会で働いてる人たちいや本当そうですね、うん、ハイヒールを履いて働いて一日中ずっと靴履きっぱなしとかさうん、うん、そんなあなたを少しでも 癒しただってめっちゃ頑張ってるやんみんないや頑張ってますよねすごいですよすごいと思うおいでんこれほんとこれでどんどんカナプリの世が進めるやつだったらどんどん進めていこうじゃ <laughs> はいはいこの番組で頑張ってあの魅力を伝えていきましょうでちなみにその石ころ のように、ね、あの本当、うん、きっかけってそんなものだったと思うんですけどそこからのめり込んでいくわけじゃないですかそのインストラクターの資格を取ったりとかそうだよねそ,だそれはどうしてその居心地がとにかくいいでしょそのヨガでやってる時の自分も好きだし先生も好きだし友達も好きだからさあなんかここにずっといたいなあと思うで、うんうん、でその先生がかっこよかったんだよねなるほどおでおばちゃんだったのよ はい、50代60代近くのおばさんでヨガのガイドだけねガイドだけなんか一緒にやるっていうよりもなんかガイドしてポンポンとやって「あなた素敵よ」みたいなさ言,言って歩くような人「大丈夫無理しないでね」とかさでちょっとポーズがわからん時は「こうだよ」って言って教えてこのポーズ見てねってやってさ「うん、なんだこのかっこいい先生は」と思ってこんなんなんなりたいなと思ったの。 なるほどね。サナプリさんのロールモデルがいるんだ、うん、もいるよ、本当にいる。あ<ー>うん、あだけど、もうその人、どこでやってるか分かんないぐらい、ただ、その時に、一番初めにいたクラスで、その人のクラスだったら、絶対行こうとしてたの。でも私、ヨガも知らなかったし、うん、先生に話しかけるなんてこともできなかったから、それ、いいな、かっこいいな、こんなになりたいなと思って、ずっと生きてたの。へえ。 じゃあ今でも憧れの存在なんですかうんあの姿形はふっとやっぱり頭に浮かんでくる、ね、だけど名前も覚えてないし何だったかなっていうぐらい <laughs> ただその時のね記憶としてはすごい強烈に残ってるわけですねそ<う>へえじゃあそれをここからインストラクター取ったりとか何とかとかインストラクターなろうと思って深めていったんだ、うんうん、たしでもそしたらインストラクターのコースを受けてた時は うん、なんじゃこれはね本当にヨガってフィロソフィーっていうなんていうなんか、うん、生き方の教科書みたいな言い方する人もいるよ。はあ、私はさ体動かしゃいいと思ってたからさ。はい、でなんか緩やかにもなるししなやかで強くもなるみたいな感じだったのヨガをすると。ここで心地いいから気持ちいいみたいなさ。だけどヨガをしっかりしっとる人はさ なんかこうヨガの聖典とかさ、はい、お給法とかさサンスクリットとかさ、うん、をクラスで受けた時に、はい、なんじゃこれっててなってのあそのクラスにそういう思想的なとことかも学ぶんだその歴史とかねはうん、うんまあ、あかんこれも無理だわと思ったけどまあとりあえずあかんこれ無理だわって。<laughs> 200時間の プラステストとなんかこうアナトミーのテストとやったら認定されるっていうね、うん、そんなにねやっぱり苦しい国家試験でもないからさうん、うん、いいのよやるといいわよ、うん、みんな <laughs> アメリカのやつじゃないですかアメリカのやつが一番初めだったけども、はい、日本のヨガ講師養成も受けて、はい、そっちなんかもよもっとあのなんかこう 考え方とかさあの、うん、自分の内面もっと知りましょうとかだってさ「ああえっ?」てなってさ「はい、元気で楽しくでええやんけ」みたいに思ってたからさだけどねやったらやっぱりなんかこう穏やかな自分に出会えたよフィジカル物理的にこうやっぱり整えようとまずするでしょ体が呼吸とかで。うんうん はい。頭も整ってくるんじゃないの？まあ整ってくるんだけどさ。うん、だと思います。あのヨガわかんないけど、サウナとかはそうだなと思うので、うん、あのなるほど、ね、体が整ってくるとここね、うん、気持ちも整ってくるみたいな感じはわかり気がします。はい。ただ気持ちいいと思ってやってただけなんだけど、ちゃんとそれにはそういう仕組みだとかさうん、うん、あるよみたいなことがあったから、まあヨガめっちゃ面白いと思ってさクラスを、はい。 だからもっと生徒さんがそこに来てくれたらいいなーって本当にマジで最近強く思い始めたのその時にそうそう上水が「ラジオやらない」って「じゃあカナプリの世が進めるラジオにしよう」って言とはた、あ、ら「あマジでやって」と思ってさありがとうねうんうん、うん。いやいやこちらこそありがとうございますなんかねあまりカナプリさんにフォーカスして深掘りしていくみたいなあの番組がね まだ要は看板番組ではなかったじゃないですかかなぷりさんのだからこれを機にどんどんね思ってることとかをこう発信していけたらいいかなと思ったんでお手伝いさせてもらえればと思ってます。ヨガ教室ヨガレッスンね広げていいきたいっていう話が出たところで、うん、まあ次回はじゃあどんな感じにしよっかねみたいな話をそのヨガ教室の話をね、えー、次回できたらなと思ってます。あ楽しみうん そろそろお時間となりましたお楽しみいただけましたかこの番組では皆さんからのお便りをお待ちしておりますかなプリさんに相談したいことやってほしいことなど何でも大歓迎ですお便りは番組概要欄をご覧いただきフォームからご応募いただくかまたはハッシュタグかなプリ地球ヨガでツイートお願いいたしますかなぷり地球ヨガのメンバーも随時募集中です ご興味のある方は番組概要欄をご覧くださいそれではまた次回お会いしましょう